ナマズ。ナマズ、ナマズ、アユ、学名は、ナマズ目ナマズ科に属する甲骨魚類の一種。日本、中国、朝鮮半島、台湾など、東アジアの火星や故障に生息する、肉食性の淡水魚である。別名として、マナマズ、琵琶湖周辺地域での地方名として、ヘコキとも呼ばれる。2005年に特定外来生物に指定された。 アメリカナマズ、チャネルキャットフィッシュと区別して、日本ナマズと呼ばれることもある。以降本種をマナマズと表記する。マナマズは、日本に分布する4種のナマズ属種の一種である。他の3種のうち、ビワコウオナマズとイワトコナマズが、ビワコと関連水系のみに生息、谷川ナマズが、愛知県、長野県、岐阜県、静岡県の川において確認されている。 日本固有種であるのに対し、マナマズの分布は東アジア広域にわたり、日本においても現代では沖縄などの離島を除く、全国各地の淡水、翡水に幅広く分布している。日本在来の淡水魚は雑食のものが多いため、在来魚としては数少ない大型の肉食魚である。大きな体をくねらせてゆったりと泳ぎ、扁平の頭部と長い口ひげ、鈍欲な食性を特徴とする。 日本におけるナマズは古代から食用魚として漁獲されたほか様々な文化に取り入れられた歴史を持つ神経質でデリケートな性格から暴れたり飛び跳ねることも多く日本では中世以降地震と関連付けられ浮世絵をはじめとする絵画の題材にされるなどして人間との関わりを深めてきたなお日本では通常ナマズにナマズの字を当てるが中国では 日本語でアユを意味する、アユを当てる、ナマズは、ナマズに当てるために、日本で作られた国字である。表年図の節を参照。大きなナマズは、と印、漢女地理士と、五関所統遺伝に現れる、東人は、和人との関係で注目される。マナマズは中国大陸東部、朝鮮半島などの大陸部に加え、台湾や日本など東初域を含めた東。 アジア全域に幅広く分布している。ユーラシア大陸での分布は、アムール川、シベリア東部からベトナム北部まで、流れの緩やかな河川、故障から水田、溶水路などに生息し、岩礁域よりも水草の繁もする、泥底域に多く見られる。現代の日本では、マナマズは沖縄諸島などの離島を除く全国に分布しているが、本来の生息域は、 西日本に限定されていたと見られている。縄文時代の貝塚など全国各地の遺跡から生メ魚類の骨格が出土しているものの、古い時代のものは滋賀県より西の地域に限られている。一方で、本町食館など複数の文献記録や愛知県と東京都における江戸時代の遺跡から依存体が見つかっていることなどから、マナマずは人為的な移植によって、 江戸時代中期には関東地方に後期には東北地方に順次分布を広げていったと推察されており、大正期に北海道にも移入された。マナマズは水質を抱くには比較的強いが河川や溶水路の護岸化により繁殖場所を失い、日本での生息数は年々減少しているものと見られている。マナマズの外観は大きく扁平な頭部と幅広い口。 および長い口ひげによって特徴づけられ、これらは生爪の魚類全般に共通する特徴である。体は全体的に左右に平たくがは平たするが、頭部は上下に潰れたように立て平たしている。鱗がなく、体表はヌルヌルとした粘液で覆われている。目は小さく背側寄りについており、腹側からは見えない。岩とマズの目は側面寄りで、腹側から見える。体色や反紋は、 変異に富み、個体によって様々である。全長 60cm から 70cm ほどにまで成長し、一般に、メスの方が、やや大きい。口ひげは、上顎と下顎に1体ずつ、計4本ある。始魚の段階では下顎にもう1つあり、計6本の口ひげを持つが、成長につれ消失する。下顎は、上顎よりも、わずかに長く突き出す。 背びれは小さいが、4から6難情。尻びれの規定は、非常に長く、71から85難情。尾ひれと、連続する。外見だけで死ゆを鑑別することは難しいが、オスの尾ひれは、中央部がやや凹んでいる。全身に味覚があることで知られ、未来と呼ばれる器官が、約20万ほどありこれは、全生物の中でも最多である。基本的に夜行性で、 昼間は、流れの緩やかな平野部の河川、地上、湖の水底において、岩陰や水草の物陰に潜んでいる。感覚器として発達した口ひげを利用して、餌を探し、土壌や卵などの小魚、エビなどの甲殻類、昆虫、カエル、カメ、ヒルなどの小動物を捕食する。日本の淡水域の生態系では、食物連鎖の上位に位置すると見られる。 一般的な活動水温は10摂氏30度の範囲とされ、陶器は泥の中や岩の間に隠れ、ほとんど動かない。日本での繁殖期は後の6月が中心である。この時期になると群れをなして、水田や湖岸など浅い水域に集まり、オスがメスの体に巻きつくという独特の繁殖行動の後、水草や水底に散乱する。卵の大きさは、 約3ト、mm、ルで黄緑色をしており、およそ2から3日で孵化する。死魚は孵化の翌日には、ミジンコなどの餌を取るようになり、個体密度が高い場合は、仲間の死魚にも攻撃を加えるなどともぐいが起こる。オスは2年、メスは3年程度で、生成塾に達する。東アジア地域では、古くからマナマズを食用魚として利用してきた。 世界の生詰め魚類の創業閣僚は1990年代以降急激に増加しており、その大半はアジア地域での生ズる養殖業の普及によるのである。マナマズもまた主要な養殖魚種の一つであり、国際連合食料農業機関 FAO の統計によれば、2006年のアジアでの創業閣僚を養殖分145万トンのうち30万トン余りを 本種が占めている。ナマズは中国料理でもよく使用される。大型ナマズの浮き袋を干したもの、眼下も中国料理でよく用いられる食材である。ベトナムでもナマズは煮付けなどに用いられるポピュラーな食材となっている。マナマズは白身魚で日本では天ぷら、たたき、かば焼き、刺身などにして利用される。ただし、 アゴクチムシなどが寄生しているため生殖をした場合、アゴクチムシ症への感染の恐れがある。かつては、農村部などを中心に、主に自家消費のための小規模な生ず漁が行われていたが、近年では、琵琶湖周辺地域、滋賀県、京都府や、農美平野、埼玉県南東部など、特定の地域での漁獲が中心となっている。寺島によれば、 岐阜県で1988年102トン、琵琶湖で1994年に1.4トンの漁獲港があった。生図食の歴史は古く、平安時代末期の文献、根尺物語に調理をしていた記述が残る。他江戸時代に商業取引が行われた記録が残る。しかし、現代の日本では必ずしも一般的な食材とは言えない。 群馬県大羅郡板倉町板倉にある来電神社や鳥取県鳥取市吉岡温泉町、旧国稲葉国にある吉岡温泉など特定の地域で郷土料理として生酢料理が有名。霞ヶ浦に面した行方郡現茨城県なめがた市周辺ではアメリカ生ズ、チャネルキャットフィッシュのハンバーガーが行方バーガーとしてご当地グルメとして有名。 日本産のナマズカ魚類3種の中では、岩礁域に暮らす岩床ナマズが、泥臭さが少なく最も美味で、マナマズはこれに次いで味が良いとされる。ビワコオナマズは大味で独特の臭みがあり、ほとんど利用されることはない。ナマズの食味や利用に関しては、江戸時代以降の資料がいくつかあり、本草学者である瞳室大が表した本調食感。 1697年によれば、ナマズは、味は、良いものの、ナマスやかまぼことして利用されるに過ぎないとされる。一方で、シーボルトらによる、日本動物史、1850年には、ナマズはあまり食用にされず、むしろ薬用に用いられるとの記述が見える。埼玉県吉川市は、ナマズの里吉川として、特産のナマズ料理をアピールしている。 埼玉県では1970年代から水産試験場農林総合研究センター水産研究所が種苗生産と養殖の技術開発を行っているほか、茨城県でも養殖技術の開発が行われている。当初、孵化後40から50日の稚魚期のともぐいによる消耗が問題となったが、2000年代にはともぐいを抑制する救治方法。 飼育密度、飼育条件を見出し、安定した種苗生産が行えるようになった。育成された稚魚は養殖業者によって育成されるほか、霞ヶ浦やインバル沼など、自然の水系に放流され漁獲後、市場出荷されている。生産量1位である、中国、ニーベトナムなどメコン川周辺地域、バングラデシュ、アフリカ、アメリカなどで大量に養殖されている。 消費地としては1位がヨーロッパ、2位がアメリカでヒスパニック人工像とファーストフードなどで食用にされた。あ、ナマズを釣りの対象とする場合、その貪欲な性質を利用したポカン釣りと呼ばれる方法が用いられる。ポカン釣りでは小型のカエルを釣りへとして片足から釣り下げる形で釣り針に通してつけ、水面で上下に動かすことでナマズを誘う。他に土壌、 葉や、金魚などの小魚を使っての泳がせ釣り、エビなどの甲殻類、昆虫などの生き餌を使った釣り方が知られる。ハツやササミといった肉類などでも釣れる。ルアー釣りの場合は、夕方や朝ま詰めの時刻は、スプーンやワーム、あるいはミノを利用すると良い。夜間には、ノイジー等の音を出す、トップウォーター系のプラグが良い。さらに、ケミホタルと呼ばれる。 ケミカルライトにより光る発光体をルアーに貼り付ければ夜間でも視認しやすい。また近年はナマズ専用のルアーも登場している。餌を丸飲みにする性質があるので針が喉の奥に刺さる場合が多く、針を抜くのが非常に困難である。したがって針の返しを潰したバーブレスウェイでペンチなどを利用すると針を抜きやすい。昼にも釣ることができる。 雨の降った後は昼でも比較的釣りやすい。以下はマナマズ、一般的な日本ナマズの飼育法について述べる。なお外来種の取り扱いについては特定外来生物法などで規定されており、過去にアメリカナマズが琵琶湖などに生息して生態系の悪影響を及ぼしたことから注意が必要である。混姻すると共食いの危険があり、基本的に 単体飼育が望ましい。餌は慣れると、水面に餌を落としただけで、反射的に食いつくようになる。生餌を使用する場合は感染症を防ぐため、一週間ほど別水槽で薬浴させてから投入すると良い。与える餌の量にもよるが、一週間に一度、一、三程度の水替えを行う。日光や騒音を好まないので静かで暗い場所に。 水槽を設置するのが適している。水草や浮草があると良い。すり傷や白天病、オフ病などに罹患した場合、早めの塩水浴を行う0.5%程度の食塩水で殺菌効果が見込める。専用の漁病薬を用いる場合は、薬品の影響を考慮して、規定量の1、4から1、3程度の使用にめた方が良い場合もある。 感染症を予防するためには、水の約0.1%ほど塩分を入れると良いが、入れすぎると食欲が減るので注意を要する。また、魚病薬に弱い性質を持つ。市販の低性肉食魚用人工餌や、金魚等の粒状の人工餌、ツやササミといった肉類を適量与える。新しい環境になれるまで数日は餌を食べないことが多い。野生魚に関しては、 人工餌や動かない肉類には反応せず、生餌の方が食いつきが良いが感染症を防ぐために生餌は推奨されない。日本ではその独特な外観と生態から古くから親しまれ様々な文化、伝承に取り込まれてきた。伝統的な郷土玩具にも生酢をさえなど生酢を題材にしたものが見られる。日本では地震の予兆として ナマズが暴れるという続説が広く知られている。また、地面のもとは巨大なナマズ、大ナマズがおり、これが暴れることによって、大地震が発生するという迷信、民族も古からある。ナマズが地震の源であるとする説は、江戸時代中期には民衆の間に広まっていたが、そのルーツについて、はっきりしたことはわかっていない。ナマズと地震の関係について触れた書物としては古く、 日本初期にまで遡ることができると言われる。安土桃山時代の1592年、豊臣秀吉が伏見城追記の折に家臣に当てた書状には、ナマズによ地震にも耐える丈夫な城を建てるようにとの指示が見え、この時点ですでにナマズと地震の関連性が形成されていたことが伺える。江戸時代の安政見聞録には安政大地震前にナマズが騒いでいたことの記述がある。 江戸後期には地震など社会不穏を背景として、ナズ杖や妖怪などを描いた浮世絵が流通している。一般には地震とナマズの関係は俗心とされてきた。ただ、魚類は音や振動に敏感で、特にナマズは電気需要能力に長けており、電場の変化にも敏感であることから地震予知能力があることも考えるとされ今後の研究に委ねられている。一方で、 大地震の際に普段ほとんど動かないナマズが頻繁に動き出すことがあるという。日本におけるナマズを題材とした絵画のうち、代表的な一枚が、室町時代の画像、除雪による、表年図、表年図、あゆは中国式の表記である。ぬめった皮膚のナマズを滑らかな氷端でいかに抑えるか、という禅問道のテーマを描いた水墨画であり、現在では国宝に指定されている。 本図に描かれた氷炭とナマズの組み合わせは、後世のナマズ画にも多大な影響を与えている。口術。氷炭とナマズというユニークな画題は、後年の民画や浮世絵にも取り入れられた。滋賀県大津塾の民族絵画である大津絵では、氷炭を持った猿がナマズを押さえつけようとする姿を、滑稽に描いた作品が数多く作られている。 ほとんどが作者不詳であるこれらの作品は、氷炭生図と総称され、大杖十種、大杖の代表的画題の一つとして親しまれた。氷念図から、大杖という系譜を経た生図が、最も多種多彩な構図で描かれたのが、幕末の江戸で流行した生図である。生図絵とは生図を題材にした無届の西木へ、多色釣りの浮世絵の一種で、1855年に、 関東を襲った安政の大地震の直後から江戸市中に広くルフした地震の原因と考えられた大生図を懲らしめる図や復興劇に湧く職人たちの姿など地震直後の不安定な世相を様々な視点から滑稽に描き出した生図絵は庶民の間で人気を呼び少なくとも250点以上の作品が出版された岐阜県大垣市の大垣八幡神社の霊祭 大垣祭ではナマズ、ナマズ山と呼ばれる出汁が参加する。金の氷炭を持った老人がナマズを押さえつけようとする、からくりが載せられており、同市の白髭神社礼祭においても、同様の出汁が見られる。両祭りのナマズ出汁は、岐阜県の重要有形民族文化財に指定されている。ナマズにまつわる伝承が、日本各地で知られている。琵琶湖の竹部島にある、筑部須磨神社、 畜部島神社には、ナマズが龍に変身して、あるいは龍から大ナマズとなって、島と神社を守護するというき、言い伝えが古くからある。島の守り神であるナマズを安易に取ることは許されないという当時の考えにより、同じく畜部島にある法岩は神仏集合の思想に基づき、明治時代以前は畜部島神社と一体であったから、古岸の村役に対しまいとし、 なまず綿状が与えられ、ナマずを食用とすることを許可されていた。綿状の発酵そのものは、霊災的な意味合いが強く、漁業権との実際的な関わりは薄かったと見られている。中国地方では、ナマずギツネという、老いたナマずが、夜に、小川で魚が昇ってくるような音を立て、人が音に近づくたびに、上流へ上流へと逃げていくという。また、 群馬県前橋市の清水川には、おとぼうなまずという、おもが住んでおり、おとぼう、おとぼうと言いながら、釣り人を追いかけるという説話がある。九州でも、なまずが深刻化されている地方がある。熊本県阿蘇市に総本社を置く、阿蘇神社の宇じ子はなまずを神の使いとして信仰し、捕獲、食用は、タブーとされている。また、佐賀県では、ヨド神社の使いとされ、 ナマズを食べると病気になるとして食用にしない風習がある。近代以降、ナマズの名前や姿を愛称、マスコットとして用いることも増えている。小学館発行の雑誌、現在ではビッグコミックとその派生雑誌、週刊少年サンデーといった漫画雑誌。かつては FM レコパル、テレパル等もではナマズをかたどったシンボルマークが用いられ、 表紙などに描かれている。また、1937から88年に、名古屋鉄道、名鉄で運用されていた850系電車は、その姿形から、ナマズと呼ばれ、親しまれた。ナマズは、日本で広く用いられている、コンピュータ用の全文検索システムである。全校にもある通り地震とのつながりがあるために、地震、災害関係のマスコットとして、 ナマズが取り上げられること多い。埼玉県吉川市はナマズをモデルとしたナマリンを市のイメージキャラクターとしている。K1 で活躍しているキックボクサーの足澤流星は変則的なファイトスタイルからニックネームがナマズで知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。